はい、皆様こんにちは。こんにちは。ルリモモゲーム場第8回。はい。急にテンション上がってきちゃったよ。そうですね。なんかここが事務所の一角だったことを思い出しましたね。思い出しました。そう、スリアロチャンネルさんのこの地下労働部屋のね。今日もみんな元気に労働してて盛り上げてくれてますね。聞こえない聞こえない。今のは働きすぎて痩せ細っちゃった一日一日痩せ細っちゃった。YouTube を見てる労働基準局。おいもう黙って。そうスタジオでねやってるんですけど、はい、今急にテンション高いお兄さんが来たので、そう叫びが260時間は法律で、やめて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 、ダメダメダメ、残っちゃうから残っちゃうから、これ一過性のものじゃないんで、この番組、そうそう、 YouTube ずっと残るから、残るんでね。はい、というわけでルリモゲーム場始まりました。アレミューの足立ルリカです。よろしくお願いします。はい、日本プラマージャン協会松島桃です。よろしくお願いします。いや、ついにね、動物森も今ちょこちょこ、うん、まあ、始めまして続いてますよ。うん、で今回で動物の森だけでは第5回目になりますね。そうね。で前回そのたぬきちさんのお店でアルバイトを始めまして、うん、まあいろいろなね大変なアルバイトしました。確かに身の危険もね感じたよね、ちょっとね。そうそうそう、まさかこれ以上はもう放送できないんじゃないかってとこまで行きましたから、そうそうそう、ギリギリ大丈夫だったね。うん、まあ、で今じゃ画面が変わって、まあ、今ここでまだアルバイトの最中なんですよ。そう、今回はハムカツさんのうちに絨毯を届けるこれを届けるんですね。そうで今もうちょっとハムカツさんの家の前まで来ました。はい、じゃあこのハムカツさんに届けるとこからやりたいと思います。トン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 。ハムカツさんはね、見た目がすごい豚なの。うん、ハムカツだなって思う。しかもさ、もう調理されたことを自分で受け入れちゃってるのね。そうだよ、名前がハムカツなのに。普通だってなんか豚さんとかの、私もハムカツって、うん、なんか豚ゴリラ方式だよね。受け入れちゃう、悪口を受け入れちゃう方式。あ、ねえねえねえ、ん？なんだ？どうした？かまぼこ。大丈夫？あれ？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、整理しよう、整理しよう。ちょっと待ってくださいね。このハムカツさんが言っているダジョーっていうのは、これ、ね、変な口癖だよね、これね。おかしい、これは。まあ、最初の方で事件があったんですけど、一番最初のにあって、そのクマのなんだっけ、お名前がガンテツさん、ガンテツさんとペンギンのオーロラちゃんって子が付き合い始めて、もともとオーロラちゃんの口癖がダジョーだった、うん、ダジョーだった。そうで、それがやっぱ付き合うとやっぱ口癖って移るんだなって話で、まあ、ガンテツさんも気が付いたらダジョーっていうようになってた。そうそう、それでラブラブを見せつけられて、ちょっと我々ガンテツさんに狙ってたんだよね、ガンテツさんのこと。ガンテツさん狙ってたの、いけそうだったから狙ってたのに、うん、あ、結局ダメだったなってなったところで、今ハムカツさんに会いに来たら、ダジョー、ダジョーは、え、これどういうことですか。え、もうちょっと喋ってもらうじゃん。ちょっと喋ってもらおうか。これね、見逃せないわ、このダジョーは。うん、よし、じゃあ手紙の出し方を教えて、そういうんじゃない、そういうんじゃない。もっとなんか最近どうみたいな。さっき出したから、さっき出したから。ああ言ってる。言うだけだ。大丈夫。言ってる。役場じゃ漏れなくプレゼント付きの手紙を受け付けてくれるぞ。送りたいしたものを持ち物欄で掴んでプレゼントを付けたい手紙とか持ってくとグレードアップ完成だ。まあ、そういうのはいいんです。ありがたいけど大丈夫。お前の名前もすぐに覚えてもらえるぞ。大丈夫。待って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 。そうじゃないの、そうじゃないの。ハムカツさん。そうじゃないの。いや、ちょっと、まあ、とりあえず配達しようじゃん。もう、私、あなたの調子の方が聞きたい。聞きたい。ハムカツさんへ。これを渡す。だって、オーロラちゃん、でもさ、病んでたじゃん、一時期。あー、なるほど。なんかこう、求められることに価値を見出すとこうなるかもしれないね、人はやっぱり。これさ、ハムカツさんのハムカツをさ、ハムカツさんのハムカツを、オーロラちゃんがいただきます。いただいちゃった。大丈夫。え、ちょっと待って、今でもガンテツさんが怒ってたりしたらチャンスかもしれない。チャンスかもしれない。いや、どうせすぐ分かると思ってたのでも私。あ、でもちょっと待って、話進んでる。古いもの絨毯くれるって。ごめんごめん、ありがとう。いいから受け取ってくれよ、新しいのゲットしたから。やっぱりほら、でもいらないの。でもね、人ってこれ絨毯だけじゃないよ。新しいのゲットしたら古いの邪魔だからね。
怖い。あ、騙し絵の床ってちょっと嬉しいな。普通に、普通にちょっと嬉しくない？でそれもらって、うん、なんか家にしこう、これちょっとこれもらおう。うんうんうん、ちょいちょいっていい感じのやつストックしとくんだ、ダジョー、うん、ちょっとね、これはダジョー、オーロラさんの方に事情聴取しないといけません。え、でも今仕事中だから戻った方がよくない？いや、大事なものあるじゃん、仕事より。確かに、はい、行こういいんだよ、タヌキは、またしがいいんだよ、タヌキは。ちょっとね、これは見過ごせない。オーロラちゃんとちょっとあの二人の関係を確かめに行かないといけない。確かに仕事どこじゃないもんね、もう、うん、え、まさかの二股疑惑あるね。え、怖い。ああ、でもまだ機嫌、まだペアク、あ、でも、うん、でもちょっと機嫌が良くないし、機嫌が良くない、心なしか空いてる。かまぽこさん、なんかもらう、お前だよ。もしよしか、私の視聴範囲でお話ししますよ。来たい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 。ちょっと待って、違う、村のメロディー、略して村メロを変えられる。あ、村メロはいい。いろんな時に使われる、これも歴史の天文曲なんです。ダジョウ、はい。ちょっと、ちょ、ガンテツさん、ガンテツさん、ガンテツさん、あなたの彼女、あれやってますよ、あれ。おう、かまぼこ、なんか新規癖って、それあなたのこと心配してるんですよ。うまいことやってきてます。でもダジョウを言ってるもんだ。ダジョウ言って付き合ってるもんだ。かまぼこよ、やっぱどうせなら賑やかにもらうかいいだろ。この村にはまだ売り出し中の空き家があったはずだぜ。だから男でも女でもおめえの白い誘ってこいよ、ダジョウ。まあこれ気づいてないな。え、でも新しい女をもしかしたら、あ、求めてるってこと、うん、薄々感づいてるの。俺も俺だってみたいな。あ、気づいてるんだ、少しね、うっすらね。それを言いつつ、かまぽこはちょっと対象外だよっていう牽制もあるよね。あ、つらー、つらー、うわー。え、でもどうだろう、わかんない、まだ。いや、でもさ、複雑すぎてちょっと難しいね。やっぱりさ、この村に来て1日2日で分かる人間関係じゃないわ、これは。でもダジョウはやばいよ。ダジョウやばい。どうしよう、たぬきちさんまで言い出した。やばい、これどうする。オーロラちゃん中心にダジョウがの口癖が移っていく、ダジョウクラブできちゃった。どうする、やばいやばい。ダジョウクラブができちゃった。ダジョウクラブ、ダジョウクラブ。2回言われないと分からなかった、ね、ちょっと押してみちゃった今。ダジョウクラブ2回言っちゃったら面白くなっちゃったから。やばい。たぬきちさん、ごめん。たぬきさん、ちょっと道草食ったけど行ってきました。はい、ご苦労様でした。うん、よし、バレてない。よしよし、この調子でどんどん僕のために働いてほしいんだな。もう次はジョーローパーチクさんに。こんな一気にいろいろされるんだ。ちなみに勝手に使っちゃダメよ。もうそうかも。はーい、はーい、これ仕事終わんないね。もう仕事はサボった方がいいのかな。もうじゃあ、そうかも、最終的に。でお金でもまだもらってないよね。もらってない。でも8時間シフトだったらきついね。残り20回ぐらいこれだよ、私たち。そうだね。てかさ、私ね、でも家具もらったじゃん、うん、あれをちょっと家に置きたい。やりたい。ちょっと今仕事中だけどいいよね。いや、だって今このスタジオの人たちだってみんな同じようなことしてるし。そうだよね、出入りしてるしね。なんかほら、仕事中だけどいいよねみたいな感じで皆さんほら自由に過ごしてるからさ。確かに。いいよね。まあ、苦笑されてるけど、苦笑いですよ、みんな。いや、本当はもう一心不乱にこうパソコンに向かって、そうそう、ね、なんかあれやこれやってますけど、ね。いいの安いぞ。やばいやばいやばい。やめてやめて、刺激しちゃった。刺激しちゃった、トヨピーさんを。自分家帰るよ。シャチキングトヨピーさん。これだっけ？これだよね、熊木。ここが、ここが我が家です。ガンテツさんの近くだし。うん、ちなみにシャチキング、トヨピーさんっていうのは、はい、まあ、ここの、そう、社畜王、社畜王ってことです。うん、社畜王、社畜キングね、はい。はい。持ち物。じゃあこれを、まず、絨毯から引く。絨毯引きたい。これを部屋に置く。床に敷くじゃないの。あ、そうか、床に敷く。じゃーん。あ、ん？待って、どうなったかな。うわっ、あ、もう何もないよりはいいかな。うん、おしゃれおしゃれ。ただこれは騙し絵と言われると、あ、まあまあまあ。エッシャーって気持ち悪くなってきた。なんかよく見てた。ちょっとなんか酔うね、うん、まあでも一旦置いてみよう。でもハムカツさんが使ってたんでしょ。大丈夫かな、まあ、ハムカツさん結構まだ優しい人じゃん。これを部屋に置く。宇宙服いる。あ、すごいの出てきた。うわっ宇宙人だ。
これは宇宙人だ。でもこれなんかさ、監視カメラとか盗聴器とか入ってたりしない？うわ、そういうこと？ここが？そう。でなんかこれ、揺するといいみたいなことが入ってたけど、特に何もできない。残んない。で、これ撤去した。あ、しまえた。ここに私でも目立つとこに置きたい。なるほどね。うん、せーの、ポン。せーの、ポン。あ、いいじゃん。あ、いいかも。かっこいい部屋になった。かっこよくなった。とりあえずね、にぎやかにしたいよね。これ宇宙服って言ってる割に頭の部分がなんか宇宙じゃないですね。うん。うん？これなんか人が入れるサイズだね。怖いね。怖いね。あの、なんちゃら殺人事件とかで。これさ、多分あれだよ。あのさ、変態、なんだっけ、うん、名前。純一？純一。純一。純平さん。はいはい。純一さん、ごめんなさい。世界の純一さん、ごめんなさい。これさ、これ今人の形の宇宙服じゃない、うん、で、ある日、あー、お仕事終わった、今日も働いたわーっつって帰ってきたら、うんうん、ゴトって音がするの。あれ？でも家の中には何もないよな、うん、ラジカセと電気と宇宙服だけだもんなーってなって、なって、まあでも何もないよね、顔洗おうってなった時に後ろから宇宙服がバーン、うん、で中に陣平さんがさ、怖い、あーっつって俺と宇宙体験しないかっていうとこまで想定しての贈り物。そう、怖いわ。やってあんの、やっぱ危険は家の中にあるんだね。そうだね、気をつけましょう。皆さんももしお家に宇宙服もらった時は気をつけてください。そうそう、もしくはインテリアとして宇宙服置かれてる方、そうですね、気をつけてください。鎧とかも危ないんじゃないですか。鎧危ない、うん。さあ、で何するんだっけ、なんか届けに行くんですよね、うん、なんかどうでもよくなっちゃったね、なんかもう忘れてた。あ、パーチクさんのところに荷物を届けに行きます。確か海辺のお家ですね、パーチクさんは。これでもさ、ずパーチクさんどっちだ、こっちの方か、海辺にお仕事終わりがないのかな、もしかして。でもずっとこのダサい服着さされてるよ、だって。あ、そうだね。あれ、これ、ここから降りれない。やばい、ポコちゃん可愛く見えてきたね。ポコちゃん走り方とか可愛いです、ね、そう、ポコポコ走ってポコ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 ってポコ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 。ポコちゃんっていくつぐらいなんだろうね、これね。18。うそ、そんな大人だったの。え、だって一人暮らし始めるぐらいだからさ、家買って。20歳じゃない、やっぱりローンも組めるし。あ私ね、8歳ぐらいかと思ってたの、ね、危険がいっぱい。あ、そうか、もう結構、でもいろいろ大人だからいろいろ経験してるからきっと大丈夫。あ、そうなのか。ちなみに持った20歳ぐらいの時は何、学生さんかな。20歳は学生さんだった、麻雀してた。あ、いいね、うん、じゃあこの辺がパクチーさん、確かこの下かな、パーチクさんね。パーチクさんね、パクチーさんね、この村で。うわ、いた、トラコいた。これトラコじゃない、これがトラコで、こっちがトラコ。待ってよ、地図でパーチクさんの、パーチクさんの家は、あ、さっきのとこでしたね。トラコやばいな、アイドルになりたい。でもなんかね、努力してる感じが憎めないね。うん、頑張ってるもん、ね、うん、頑張ってる人応援したい、やっぱり。トントーン。トントン、お邪魔します。お届け物でございます。これ手紙起こってないかな。あ、そうだ、パーチクさんに変な手紙起こったんだ。うん、あ、いた。ちょっと怖いね。どうも。どうも、お届け物です。パーチクさん、どうも。でもね、この人の部屋のセンスが一番好き。そう、うん、ちょっとおしゃれなんだよね。あら、どうしたの、かまぽこちゃんさん。お荷物でーす。これね、じゃあら、そしてじゃーん、どうぞ。ご苦労様、じょうろなくしちゃって困ってたのよさ。なんだってこれがないとお花にお水をあげられないんだものね。これでやっとし俺とお花を助けてあげられるわ。あ、逃げんや、うん、それじゃ、ああそうだった、ああ来た。前回ちょっといかがわしいお手紙送ったんですよ。マジで意味わかんない。だって本当はたぬきちさんからパーチクさんに特売のお知らせを送ってって言われたのに、うん、ルリタンが書いた手紙何だったっけ。男、女、ちょっと性別わかんないからだけだよ。そう、何も書いてない。で、それの感想が今ついに来るわけですね。あなた感想が失礼だからね、多分ね。ほら、これでしょ。いや失礼。男、女、
で特売のお知らせは一切ないっていうね、うん、会って一言だけ言えば済むのに憎いことしてくれるじゃない。ご機嫌この村の子みんなそうだと思うよ。私も手紙嫌いじゃないわ。もらった手紙を読むのはもちろん大好きなわけだけど、あ、何でもいいの？お気に入りの手紙を他の子に見せてあげるの楽しみの一つなのさ。プライバシーもあったもんじゃないね。本当だね。この辺がやっぱり配慮しないところが動物っぽいですね。お互い恥ずかしい思いをしなくて済むように見せられる手紙を期待してるわよ。さ、うわ、これ遠回しに注意してんじゃないかな。あんなのダメだよって言って、うん、これ遠回しに注意してるやつだ。あ、でも大人なんだこの人、優しいんだ。優しいな。こういう言い方だと全然お互い気分悪くならないもんね、うん、もうちょっと気をつけようってなるもんね、うん、まあ、まあまあ、でもどっちか教えてくれなかったね。言いたくないんじゃない。でも女だよね、どう見ても。でも言いたくない、どう見ても女の人なのに性別をはっきり言いたがらないってことはさ、なるほど、これはパーチクさん、パーチクさんがパーチ、いや、やめようかな。パーチ、パーチ、パーチなんちゃらさんかもしれないです。パーチなんちゃらさん、全然わかんない。ぼかそうとしてて全然わかんないけど。これはでも言っちゃいけないです。そうだね、私すごいいいフレーズ思いついたんですけど、うん、多分これはもう YouTube さんで放送できませんってなっちゃうと思う。せっかくでも第8回まで来たし、うん、ずっと頑張りましょう。まあちょっとお仕事終えたってことで、はい、まあ、まだまだ、はい、パーチクさんの性別は闇に。女の人でしょう。さあ行きましょう、帰りましょう。じゃあたぬきさん、ただいま。謎を増やしたがっちゃうのもよくないからね。そうね、深読みしすぎかな我々。なんかもっと素直に楽しんでみる、動物の森。じゃあすごい楽しんでるけどね。まあ楽しんで、うん、これはすごいね、私たちなりにすごい楽しんでます、うん、はい、行ってきましたお仕事、はい、じゃん、おかえり、ご苦労様でした。さてさて、次のお仕事はと。そうそう、思い出した。え、これでも本当に仕事終わらないんだ。掲示板にお店の宣伝を書いてきてほしい。若者受けしそうなかっこいいキャッチコピーを頼むよ。でもあの掲示板たくさんの人が見るんだから、あまり恥ずかしいことは書かないでね。それじゃ待ってるんだな、もう書いてきたら教えてね。へえ、なんか仕事終わんないね。その間に全然好きなことやってもいいのか。でもお金が増えないことにはさ、うん、何もできなくない？え、意外となんか商売の厳しさを教えられてるね。ね、やっぱちっちゃい子とかもやるからさ、そんな簡単にお金は稼げないぞっていうのを教えてくれてるんだよね。そうだよね、うん、ここですね、掲示板。はい、はい、じゃあなんか書きましょう。あれ、ここ、あれ？ここだよね。選べない、選べない。あ、できた。書き込むボタンで書き込む。なんかね、はい、いいキャッチコピーだって。たぬき商店、たぬき商店、かなにしよう。たぬきはカタカナやったし、ひらがなだったかな、カタカナだった。たぬきってカタカナ、うん、たぬき、たぬき商店、たぬき、あとはかなでいい、たぬき商店。これね、ちょっとなんか難しいね、文字がね、コントローラーがね、難しい。あ、いえ、ちょっと、たぬき、たぬき商店って打つの大変だから、たぬき松、たぬき松、松、うん、たぬき松、これでいいんじゃないかな。わかりやすいの、たぬき商店。本当？うん、OKOKOK、うん、OK です。これでお金もらえる？うちもらえます、大丈夫です。これで十分です。タヌキマックス。はい、これ書き込みます。オッケーです。いや、こんだけコキ使われて、だいたいもうね、あれ？出来上がりですよ。これでいい。これでいい。あれ、なんか空になっちゃったよ。もう貼ってあるんじゃないかな、何枚か。そっか。ほら。よし、じゃあいい。よし。じゃあこれで、果たしました、お仕事。雑だな仕事。これ、ね、キーボードとかあると楽かもしれない、ね、確かに。もうちょっとね、パワパワって文字打ったら結構大変なんで、もしかしたらそういう環境にもできるのかな、うん、Wii はどうなのかな。まあまあ初心者なりに頑張ってるよね、うん、けどね。はい、来ました、行ってきました。でもここ潰れたらうちらお金もらえない。そうね。おかえり。はい、ご苦労様でした。ということは、あ、終わった。お仕事が結構大変だったよね、これね。結構大変だったお仕事がついに終わりました。やった。
やってもらう仕事がなくなっちゃったから終わりがあってよかったな。そっか、まだあったら休みだったんだ。え、お家の代金？それはもちろんちゃんと払ってもらうんだな。もう今まで、あ、こんだけ頑張って1400か。なんかさ、辛いね。辛い。まあでもそんなんだな。ローンの残りあと18,400ベル。え、アルバイトこれだけ？手渡しでもらえないんだ。ローンが減るだけなんだ。え、つまんない。あとは村の人のお手伝いをしたらいらないものを手にしてお金は稼ぐんだな。もう何か売りたいときは僕に声をかけてもらえたらなるべく高く買い取るよ。あ、なるほどね。お家のローンの返済は役場の ATM からお願いするの。全部払い終わったお家の改築の相談にも乗ってあげてもいいんだもん。今のお家は小さいし、もっと広いお部屋に住みたいもんね。はい。お金、結局所持金はこんだけ働いてゼロのままです。やるなぁ、たぬき。やり手なんだ。アルバイト終わった。これで自由だよ。めでたいな、この子。かわいい、ね、着替えよ、着替えよ。ちょっとかわいいけど、もうお洋服こっちにも、うん、こんなたぬきの奴隷みたいな服は着ませんよ、うん、私たちは。はいはいはい、かわいい。はい、かわいい。よし、開放感。じゃあ、なんだろう、これさ、果物を落とすみたいな。そうね、まぁ、あ、ちょっとこういう風にきっとこうやってやって、あ、こういうの集めたりして今後お金を稼いでいくんでしょうね。うんうん、あ、取れた取れた。でこれをたぬきさんに売るんだよ、うん、多分。そうね、まぁ、あ、今後じゃあちょっといろいろお金稼いだりしてやることを増やしていきましょう。はい。じゃあとりあえずこの第8回目はアルバイトが完了したよということで、うん、はい、新しい疑惑の人間関係が生まれたり。確かに、ハムカツさん。そうね、ハムカツさんがもしやっていうとこまで行きました、うん。じゃあ次はちょっとね、またこの村の中をいろいろ探索したりしてみたいと思います、はいはい。皆さんはここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回。はい、見てね。